どうも、こんにちは、メントです、えー。今回はアンモニア製法、ハーバーボッシュ法、それから弱塩基のよりの方をやっていきたいと思います。じゃあ、まず、ハーバーボッシュ法なんですが、ハーバーボッシュ法についてはもう10秒で覚えれます。えー、と、窒素と水素をそのまま反応させてやります。そうすると、2つ分の、えー、アンモニアが出てくると。はい。ここで、まあ、普通は、窒素と水素を、はい、ほいっていう風にしておいても、なかなか反応しませんね。なので、こういう時は、触媒を使うと。 これが鉄則ですね。で、それから高温高圧化でないと反応してくれないと。もうかなり無理やり右に寄せてるっていう形になります。めっちゃ字が聞かなくてごめんなさい。はい。これ覚えますかねはい。10秒で覚えれると思います。そしたら、弱塩基の有利の方が難しいんだっていうか、えー、う今日はダメですね。今日疲れてます。えっ、ー、と、今日、あの、今日じゃねえ、そ弱塩基の有利は、こういう風うに考えます。えっ、ー、と、もうちょっと名前省略しますけど、えっ、ー、と、塩化アンモニウムと、えー、水酸化カルシウムですね。 まあ、アンシル、カオウツー、まあ。アンモニア、シル、アン、アンシル、アンシル、カオウツですね。まあ、この二つを、えー、つけていきます。えー、にンシル、カオウツと。ニャンシル、カオウツと。ニャンシル、カオウツと。で、こうしていくと、えっ、ー、と、今、こっちが塩基ですね。えー、NAOH と全く同じ形になっていることに注目してください。えー、これは塩基になります。塩基だよね。NAOH って塩基だから。えー、金属と OH で構成されている塩基です。 そうすると、こっちは、アンモニアに、あ、ごめんなさい。アンモニアは H3 ですね。アンモニアに HCl、3、えー、がくっついたような塩基と酸の反応でできた塩ですね。なので、えー、塩と塩基。この反応です。で、今、えー、この中、塩の中に、えー、アンモニアが入ってます。このアンモニアってものが弱塩基になるわけだね。で、弱塩基っていうのは外に独立して出て行こうとをします。 そうするとどうなるかっていうと、今、この塩基っていうものが、まあ、要はね、その弱塩、えー、ごめんなさい、強塩基の方が塩になりやすいんだわ。強塩基の方が塩になりやすい。ということは、えー、カシルーツっていうふうに出てきて、えー、こことこうが反応するね。で、そしたら、えー、あとは、えー、NH4 と OH がやってくると。いうことで、えー、2NH4OH と考えとこうか。 なんでかというと、NH4 が NH4 プラスっていうふうな陽イオンで、OH マイナスというのが陰イ,イオンだから、プラスとマイナスで引っ付け合って、こいつとこいつが反応して NH4OH と考える。でもこれってあんまり見ませんよね、この形。っていうのは僕たちこういう風うに考えます。アンモニアと水は分けて考えるんですね。だから、ここの HOH、まあ H2O のことですね。この H2O については水として考える。それで、アンモニアは普通にアンモニアとして考える。こういう風うに分けて考えるので、僕たちが覚えておかないと式については、こちらになります。 えー、にンシルプラスカオウツーは、カシルーツ、えー、二つのアンモニア二水三という感じです。はい。まあ、この反応式を覚えとけばいいでしょうということです。はい。えー、それではアンモニアの製法、えー、以上になります。お疲れ様でした。